はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今回は武器素材について話していこうと思います。後で褒めてあげてくださいね。はい、武器ですね。武器を見ていって、ここですね、赤いのがこうついてるんで、ここクリックすると、まあこういうところで上げられますっていうなってるんですけども、ここですね、限界突破では材料が素材が足りないので、こういう赤びっくりマークのね、赤がついてますけども、まあ、これをクリックしてあげると、どこでドロップするかっていうのが出ています。どこでドロップするのが一番いいかなっていう気がね、ちょっとわからないんですけども、どれがベストなのかなっていうのが、まあよく分かってないんですけども、これを見る限りですね、あんまりないな。なるべくならね、この銀貨よりも金貨をね、集めておきたいので、エキストラですね、エキストラを攻略していった方がいいと思います。あとはね、あの材料、素材のね、他の素材がどうドロップするのか、特にこういったものとかもね、あの素材が手に入りにくかったりするので、他のね素材等々も考えながら、あのやっていくといいと思います。メインはこちら、私の今の場合はメインはこちらですけども、まあ他のねアイテムがどう落ちるのかっていうのも比べながらやっていけばいいと思います。本当にねドロップ率が悪いので、このゲーム本当に悪いんですよね。ちょっとね、がっかりするぐらいなんですけども、あとまあ戦闘すればですね、ドロップが悪ければ、リセット、リタイアか、リタイアしていけば、AP はねなくならないので、まあ、厳選するっていう、ドロップを厳選するっていうやり方もあるんですけど、それだとやはりね時間がかかりすぎるのでね。あとこのね、金貨とかもね集めるという意味合いも出てくるので、これ金貨だけは余っても大丈夫だと思うので、これはねどんどん集めちゃっていいと思います。あとは何をどの武器を上げればいいのかっていうのもね、ですけども、こう育成ボーナスですね、まあレベル100の時にどれぐらいなってるのか、そして進化した時に、進化3になった時にどういう風な攻撃になってるのかですね。1連撃から2連撃、3連撃って変わっていきますんでね、こういったところでも見ていけば、どれが強い武器なのかっていうのは自然と分かってくると思います。あとね、この真ん中の素材なんですけども、まあ見てもらった方が分かるかな、ギルドかイベントですね、今やってるイベントでしか交換ができないので、仮にギルドに入ってないとすれば、イベントでしかゲットできないことになるので、非常にね、最後の限界突破っていうのが選ばなきゃいけないんですよね、どの武器にしなきゃいけないかっていうの。だから私は最後の限界突破はせずに、まあいいと言われるね、これは強いよって言われる武器は限界突破をねしてますけども、まあそれ以外のものは耳にしない限りは限界突破してないですね。あとは本当にドロップ率が悪いので、AP 半額の時とかもありますし、ドロップ率アイテム、ドロップ率アップの
ありますので、その時に集中してやっていけばいいんじゃないかなと思います。それまではですね、まあ、体力が余ってたりすると、まあ、以前も言ったかもしれないですけども、武器の書でですね、武器召喚していけばいいと思います。本当にね、武器をいっぱい揃えた方がね、こういう風にまだ私揃えてないですけど、クリアさえしてないのもありますけどね、どん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 武器を SSR、SR でもいいですけども、どん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 集めていってあげればいいと思います。とりあえずはですね、本当に何がいいのかっていうのは、まあどの武器が強いかっていうのは所有してるね、みなしごによって意見が変わってくることもありますので、必ずしもこれが育てなきゃいけないよっていうのが、ないですね。ボナパルト11ぐらいしかないと思うんですけどね、私が聞く限りではそうですね、まあ SR 武器で、これですね、鬼打ちっていうんかな、鬼打ち鬼滅彦、鬼滅彦ですね。これがねすごくいいですね。8連撃を2回与えるってね、ダメージを2回、8連撃を2回っていうことですね。なのでね、こういったところもね考えてみると、ダメージとかも 160% なんでね、意外に低いかなとか思ったりするんですけど、結構使えたりします。武器に関しては本当にいろいろ他の方とかの情報を等々見つつ、自分に合った、ユニットキャラクターとね相談しながらやっていけばいいと思います。はい、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボタイ。